衣替えの今目かしゅう改まれる頃おい空の景色などさえ怪しゅう底はかとなくおかしきをのどやかにおわしませばよろずの御遊びにてすぐしたもうに鯛の御方に人々のおんふみしげくなりゆくを思いしこととおかしゅう覚えてともすれば渡りたまいつつご老じやるべきには御帰りそそのかしきこえたまいなどをするを 打ち解けず苦しいことに覚えたり4月になって衣がえをするわけですね4月1日その衣がえの新しく新鮮な気分になった頃合い 春い夏の服装になって心も軽やかになった頃多い今よりも一月あるいは一月半遅れますから当然こういう気分ですね空の景色などさえ怪しゅう底はかとなく動かしきなんと言えず これといって著しい変化があるわけじゃないけれども空の気配さえなんとなく趣深い折から源氏の君も心のどかにいらっしゃって 心のどかにいらっしゃるからしてよろずの大遊びにいて過ごしたもにさまざまな還元の大遊びをなさってお過ごしになっていらっしゃるとタイの御方にこういう折ちょうどタイの御方タイの屋にいる玉からです。 その胎の屋の玉かずらのもとへ人々の恩踏みしげくなりゆくを踏みを通わす人々のその頼りが頻繁になっていくのを重い仕事とお菓子を覚えて前にそういうにぎやかな雰囲気が自分のうちに欲しいということを源氏が ってますよねその計画が実現しているのがこの6畳の邸宅ですそしてそこへ玉頭が出現してきてこの鯛の屋にいることになっている。ちょうど自分がこうなったらと思って期待していたその通りになっていくのが源氏の心の中では何とも 心の足りてくるような満足なようなそういう気持ちがするわけですね重い仕事とお菓子を覚えて予想していた通りだというふうに思いになってでとかくするとそちらの方へお渡りになりお渡りになりしてお出かけになりお,お出かけになりしてそして ご老人はそのつまりラブレターが手相文が届いているわけですたくさんそれをご覧になるわけですご覧になってあるべきには恩返りすそのかし声たまえなどするしかるべき者には返事をやりなさいなというふうに返事をお出しになることをお勧めなさるのを 姫君の方では打ち解けず苦しいことに覚えたり何とも源氏の君がそんなふうに海の返しをおすすめになるのを玉勝らは静まりに心打ち解けることなく静まりに なっていらっしゃる。